38度らしいよ。朝テレビで言ってた。うわ、マジで？学生最後の夏がこれかよ。でも予備校クーラー効いてるじゃん。冷て。いや、勉強も勉強でなあ。ならさ、花火行かない？え？花火。花火？ちょうど今日だし、どう？そっか、花火ね。去年は人混みがやばかったかな。なら、私んちは？部屋からめっちゃ見えるから。マジ？マジ。花火ね。ねえねえ、いいじゃん、ちょっとくらい羽伸ばしても。まあだな。本当？やった！浴衣着て驚かしたろ。それ今言っちゃダメじゃね？え？あれ？来たぞ。空いてるから入って。じゃーん、新しいの買ってもらったんだ。かわいいでしょ。どうどうどう。いやー、今年も人すげーわ。それよりほら、浴衣。あ、あー、似合ってる似合ってる。よしっと、お邪魔します。え？あれ？おかしいな。想像ではもっとこう、綺麗とか、可愛いとか。おーい、何ブツブツ言ってんの？なんでもないから、ほらほら。押すな。お茶入れてくる。おい。お待たせで、何それ。たこ焼き。あ、あー、部屋がソース臭くなっちゃうじゃん。もう、あ、あ、うん、うん、たこ焼きうまうま。最後の一個。おお、すごい人集まってきた。マジ？そんなに？うん、去年よりいるかも。あ、おお、ちょ、身の腕柔らか。やめ。やったな、おい。うわ。お返しだ。ちょ、どうだ。くすぐったいから、やめて。すげえでしょ。いや、思ったより全然近かった。
夏。ジュン。今日ね、親、帰ってこないんだ。少ししか見れなかったな、花火。そうだね。ほーら。小さくとも花火ってか。ふふん。見て、線香花火落とさないの上手くない？見てて、もっかいやるから。やっぱ今日来てよかったわ。え、なんか言った？いや、別に。な、写真撮らせて。私を？珍しい。いいから、ほら。イエーイ。もちろん壁紙にするっしょ。絶対しねえって。合格発表日だったか。かな、浪人中頑張ってたもんな。おめっとさん。でね、でね、でね。けいちゃん、あのね、1年前の約束覚えちゃる？え、忘れました。もうバカ！あ、受かったらエッチするって約束じゃん。ずっとずっとずっと待ってたんだから。お前よく覚えてたな。うんだ、なんだったら勉強の時だってエッチのことしか考えてなかったんだから。そこは勉強しろよ。ケイちゃんまだだよ。え、1年待ったんだから今日はあと364回。嘘だろ。